それでは第2部を始めさせていただきます。最初、おぼろ月夜。これはこれだけが今回の初演ではございませんで、最初、プロゴレムは載っておりませんが、愛狂言ということで、このおぼろ月夜を入れておりました。今度は、その三島貴子さんにやっていただくんですが、演奏者なくて俳優が今度はピアノを聴いて、語ります。でその後の、闇夜の対話と、平和の申し出たちというのは朗読が2つ続いて、最後にトロンボーンとピアノの演奏でございます。以上でございます。では、第2部でございます。三島さんよろしくお願いします。ご来店くださいまして誠にありがとうございます。屋上までご希望の会にお止めしてまいります。どうぞご希望の会をお早めにお知らせくださいませ。上に参ります。そう、牧子はデパートのエレベーターガールなのです。5階は子供服、ベビー用品、おもちゃ売り場でございます。深海への連絡通路は右手奥でございます。閉まる扉がございます。ご注意くださいませ。エレベーターの扉が閉まればお客様と自分だけの世界。拍手も歓声もないけれど、牧子にとって四角い箱はまさに小さな舞台でした。エレベーターの扉が開くたびに繰り返される瞬く間の出会いと別れ、小さな舞台は絶えず観客を変えて進行していくのです。色とりどりの人間模様、それはまるで万華鏡のようでした。お待たせいたしました。屋上でございます。ただいま屋上では花の展覧会開催中でございます。どうぞお足元お気をつけくださいませ。花を抱えたお客様で満員になったエレベーターは花の香りと笑顔であふれます。恐れ入りますが、もう少々中ほどまでお詰め願います。それでは上に参ります。おいおい君、ここは最上階だよ。これより上って天国へでも行くのかい。あ、失礼いたしました。下に参ります。そんな失敗も新人の頃は日常茶飯事でした。定員オーバーになってブザーが鳴ったりしたらもう慌てふためいて。恐れ入りますが、そちらのお客様一段お待ちくださいませ。申し訳ございません。では上に参ります。ちょっとあんた、うちの亭主だけ取り残されてしまってどないしてくれますの。うちらいつも一緒。愛しおてますね。しっかり慣れてくると、さまざまな出会いを楽しむ余裕さえ出てきました。十分空いているのにぴったり寄り添った若いカップル。親におもちゃをせがむかわいい子供たち。ただ上を向いて数字を追い続けるのは、連れのないお客様。あたり構わぬ大声のおしゃべりが、エレベーターの中まで続いている中年の女性たち。結婚を控えた娘と母の愉快な会話。ああ苦しい、お腹いっぱい
に。お母ちゃん、もうだいたい試食の食べ過ぎよ。せやかであんた誘って行くはんのに、断ったら悪いやんか。お母ちゃんの年やったらな、腹8分目どころか6分目でも食べ過ぎなんよ。ダイエットしよう言うてんのに、言うてることとやってることが違うやないの。あんな、この間テレビ見てたら言うてはってんけど、年取ってきたら痩せてるよりもちょっとぐらい太ってる方が楽ねんって。な、そう思えへん？何言ってんの。お母ちゃんの痩せてるとこなんか見たことないし、そんなん比べられへんわ。そんなことより、うちの結婚式までには絶対痩せてや。ちょっとお母ちゃん、話聞いてんの？お客様、扉が閉まります。お荷物ご注意くださいませ。お客様、扉にお荷物が。お荷物ちゃうねん、うちのお尻。失礼いたしました、申し訳ございません。あの、それではお体を、お体をお引きくださいませ。次はお出口1階でございます。本日はご来店くださいまして誠にありがとうございました。またのご来店お待ち申し上げております。1階から屋上までの乗り降りを繰り返す品のいい老夫婦に気づきました。ある日、乗っているのが老夫婦だけになったので、振り向いて微笑みかけ、案内を口にしようとすると、食い入るように牧子を見つめている老人の鋭い視線にぶつかりました。牧子がはっとして一瞬口ももった時、夫人が二人の間に立ちはだかり、夫を抱え込むようにしてそそくさと降りていきましたが、夫人の肩越しに老人はなおも牧子の姿をじっと追い続けていました。数日後、牧子が二度目の勤務を終え、控室に引き上げようとしたとき、後ろから声をかけられました。振り向くと、そこにはあの老婦人がすがるような面持ちで立っていました。あの、すみません、ちょっとだけお話ししてもよろしゅうございますか。何でしょうか。先日から何度も何度もあなたのエレベーターに乗り込んで、さぞかし不愉快な思いをなさったことでしょう。どうぞお許しください。主人が、お気づきと思いますが、もう何も訳が分からなくなっております。とにかくあなたのお顔が見たいと申しますので。あ、いえ、こんなこと突然申し上げても何のことだかお分かりになりませんわね。実は先日、少しでも喜んでくれればと花の展覧会に連れてまいりました。その帰りにあなたのエレベーターに乗りましたところ、まるで足に根が生えてしまったように動かなくなってしまったのです。ご迷惑にならないようにと、なるだけあなたのお目の届かない隅におりましたが、あなたが交代なさるまで主人はずっとあなたを見つめておりました。あの、どうして私を。あなたが主人の初恋の人にそっくりだというのです。その日から主人に生きる喜びがよみがえってきたような気がいたしまして、
それが嬉しくて何度と何度とここに連れてまいりましたが、あなたが勤務しておられない時の主人の落胆の塩と言ったら、いだからといってこんなこといつまでも続けていてはあなたのご迷惑になります。もうここへ来るのはやめますが、その前にちょっとだけあの人を喜ばせてあげたいのです。それで今日思い切ってあなたにお願いをしようと私一人でここへやってまいりました。私でできることでしたら何でもおっしゃってください。どうぞ。ありがとうございます。一度でいいのです、主人にお声をかけてやっていただきたいのです。なんてお声をかけさせていただいたらよろしいんでしょうか。浩二さん、菜の花畑の見える丘で待っていてくださいと。浩二さん、菜の花畑の見える丘で待っていてください。これでよろしいんですね。ひょっとしたら主人があなたのことを絹枝さんとお呼びするかもしれませんが、はい、わかりました。私は絹枝さんのふりをすればよろしいんですね。ありがとうございます。ぶしつけなお願いを申しておきながら本当に本当に感謝しております。勤務を終えると妻に抱えられてゆっくり出口に向かう老人に追いつき声をかけました。浩二さん、菜の花畑の見える丘で待っていてくださいね。その途端、真紀子には老人の灰色の目にぽーっと明かりが灯ったように思えました。無表情だった老人は満面に笑みをたたえうめくような声で言ったのです。絹枝さん、はい、浩二さん、菜の花畑の見える丘で待っていてくださいね。老人のくぼんだ目がみるみる涙でいっぱいになりました。真紀子は差し伸べられた老人のシワだらけの手をしっかり握りしめました。待っていますとも、必ず必ずな。感謝のこもった眼差しで真紀子に黙礼した夫人は老人を抱えてまたエレベーターに乗ろうとしました。どちらへ？
菜の花畑のおかみ。急いで私服に着替え、真紀子は屋上に行きました。風もまだひんやりと寒い季節の屋上は人影もまばらで、すぐに二人の姿は見つかりました。夫人は自分のショールで老人をかき抱くようにして夕焼けの街を見下ろしていました。足音を忍ばせて近づくと、二人は花はおろか緑さえ見えない都会の街を見下ろしながら歌っていました。菜の花畑に入り日薄れ、見渡す山の葉かすみ深し。真紀子は夫人の隣にそっと寄り添って立ちました。真紀子に少しも気づかない老人はなおも歌い続けています。春風そよ吹く空を見れば。夫人は街を見下ろしたままの姿勢で言いました。本当にありがとうございました。主人はとてもとても喜んでおります。やっぱりあの人は絹枝さんだったって。お聞きしてもいいですか、絹枝さんって方のこと。主人の初恋の人です。主人は初恋の人と周囲の反対を押し切って結婚しました。その二人が結婚するまで人目を忍んで会っていたのが菜の花畑の見える丘だったのです。ではその方は。私が絹枝です。でももう主人にはわからないのです。年老いた私を自分の母親だと思っているのです。そしてあなたの中に遠い私の面影を見つけたらしいのです。ほら主人の顔をご覧ください。本当に嬉しそうでしょ。さっきから何度も何度もおぼろ月を歌い続けているんです。主人には今この殺風景な街の景色が見渡す限りの菜の花畑に見えているんですわ。奥様、私も一緒に歌わせてください。真紀子は老人の歌声にそっと自分の声を重ねました。菜の花畑に入り日薄れ、見渡す山の葉かすみ深し。春風そよ吹く空を見れば、夕月かかりて匂い合わし。夫人はショールの端で顔を隠し肩を震わせて泣いていました。
とえ病気のためとはいえ、夫の記憶から消えてしまったことは妻としてあまりにつらいことだったに違いありません。ところが泣き続ける妻にふと気づいた老人は、妻の顔を隠したショールをむしり取ると、まじまじとその顔を眺めました。夕日の中に涙に濡れた妻の顔を見た途端、老人は低く叫びました。絹江さんじゃないか。毛筆の手紙と黄色いミモザの花束が届けられました。それはあの夫人からのものでした。先日は突然のぶしつけのお願いをお聞きくださいまして、本当にありがとうございました。あれから間もなく主人は他界いたしま、おかげさまで亡くなる日まで私は初恋の絹江さんとしてこの上ない幸せの中に身を置くことができました。お目文字の上お礼申し上げたいのですが、故郷に埋葬するためそれがかなわぬ今、せめて菜の花色のミモザに感謝の気持ちを託させていただきとう存じます。涙でにじんだ菜の花色の中に仲睦まじい老夫婦の笑顔が浮かびました。素敵なご夫婦にお会いできて私も幸せでした。浩二さん、金玄さん、ありがとうございました。エレベーターという小さな舞台には拍手も歓声もありませんが、お客様と心が通う時、万来の拍手や歓声にも勝る喜びと幸せを味わうことができるのです。Thank you.
昭和19年5月、夜の静寂を縫うように隣の部屋から母と兄の潜めた声が聞こえてきた。お前は本当に戦争に行くのか？ああ、行くよ。今からやめることはできないのかい？そんなの無理だよ。みっともなくって。だって戦争に行ったら、お前死ぬよ。そんなことわかってるよ。そんなに死にたいのか？死にたくなんかないさ。ならなぜやめないの？やめれるもんならとっくにやめてるよ。お前はまだ学生じゃないか。その学生が出陣するんだよ。学生までが駆り出されるようじゃ、日本もいよいよおしまいだね。おしまいなもんか。神風が吹くんだよ。ペンを持つ手に剣を持った俺たち学生が吹かせるんだ。去年、忘れもしない10月21日、冷たい雨の降りしきる神宮外苑競技場で第1回出陣ガット出陣式があった。各大学の学生が校旗を先頭に立て、足にゲートルを巻き、小銃を担って分裂行進した。美しかった。群衆も歓呼の嵐さ。俺もおいおい泣いてしまったよ。ところが11月21日、日本の海軍陸戦隊が守備していた太平洋上のマキンタラワの両島が猛烈な艦砲射撃を受けた後、アメリカ軍大部隊の上陸によって柴崎少佐以下4000人の守備隊が全滅した。それじゃあ学徒出陣式は死の行進じゃないの？死の行進のどこが美しいの？むしろ残酷な悪趣味じゃないか。お前もその列に参加して死のうっていうのか？俺は陸軍航空隊に入り、特別操縦見習い士官になって特攻隊として出撃するんだ。生きて帰る望みはないわね。うん、ない。なばに希望なんてあるよりない方がいいんだ。おや、お前震えてるわね。ああ、震えてる。止めようと思っても止まらないんだ。まあ、こんなにガタガタと。だって母さん、俺死ぬんだぜ。家族とも、好きな友人や女の子とも別れて、美しい花々の咲く大自然とも別れて、何もなくなっちまうんだ。ただ真っ暗闇になっちまうんだ。俺という人間がこの世から消えるんだ。いなくなってしまうんだ。それが目の前に見えてるんだもの。もう怖くて怖くて震えが止まらない。そんなに震えてまで、男って
どうしてそう死にたがるんでしょう。国のためさ。国って何？日本国さ。大日本帝国のためさ。お前は魔法にかけられてるんだよ。魔法？そうさ、魔法さ。魔法使いが呪文を唱えているのさ。中君愛国、八公一憂、七将報国なんてね。魔法にかけられた者は我知らぬ間に魔法使いの弟子になり、一つ覚えの呪文を唱えて辺りの者を魔法にかける。そしてまた魔法にかけられた者がまた辺りの者を魔法に。そうやって今では国中が魔法使いだらけになってしまった。お前もその中の哀れな魔法使いの弟子なのさ。一体誰なんだろうね、魔法使いの親分の大魔王は。母さん、お願いだから俺の出陣を侮辱しないでくれ。侮辱するわ。なぜ？お前が魔法にかけられっぱなしだから。魔法にかけられてるからこそ気持ちよく死んでいけるのかもしれないぜ。だけどその魔法はね、死ぬ直前には必ず解けるんだよ。その時お前は地獄を見るんだよ。魔法の解けた頭で、魔法の解けた心で、魔法の解けた目でしっかり見なさい。魔法の杖を振り回して国中を魔法にかけて越に行っている醜い魔法使いどもが太陽を覆い隠して日本中の空を飛んでいるわ。だから日本は真っ暗よ。死ぬなら悔し涙に暮れて死になさい。俺はもっともっと高邁深遠なもののために命を懸けたかった。俺の人生にはまだまだ可能性があった。その可能性に勇気を持って挑戦したかった。やり残したことがいっぱいだ。死にたくない。死にたくない。魔法の溶けた体と心で死んでくれないと、母さんやりきれないわ。でも母さん、俺は出陣することに決めたんだ。分かってるわよ。泣くだけ泣いたら明日は笑って出陣するのよ。生きるのよ、生き抜くのよ。あなたが死んだら悲しむ人が大勢いるんだから、その人たちのためだけに必ず生きて帰ってくるのよ。行ってらっしゃい。行くってことは帰ってくることなのよ。分かってるの？隣の部屋の兄の忍び泣きは朝までついに終わることがなかった。2014年7月1日火曜日、集団的自衛権が閣議決定された。この日、日本の誇るべきたった一つの宝物、平和憲法は粉砕された。つまり君たち若者もまた圧殺されたのである。
こんな憲法違反に対して最高裁は何の文句も言わない。かくして君たちの日本はその長い歴史の中のどんな時代よりもまがまがしい暗黒の時代へと戻っていく。そしてまたあの醜悪と愚劣、残酷と恐怖の戦争が始まるだろう。ああ若き友達よ、巨大な歯車がひとたびぐらっと回り始めたら最後、君もその中に巻き込まれる。嫌が王でも巻き込まれる。しかし君に戦う理由などあるのか。国のため、大義のため、そんなもののために君は銃で人を狙えるのか。君は銃剣で人を刺せるのか。君は人々の上に爆弾を落とせるのか。若き友達、君は戦場に行ってはならない。なぜなら君は戦争に向いていないからだ。世界史上類例のない70年間も平和が続いた理想の国に生まれたんだもん。平和しか知らないんだ。平和の申し子なんだ。平和こそが君の故郷であり生活であり存在理由なんだ。平和ボケ？何とでも言わしておけ。戦争なんてまっぴらごめんだ。人殺しどころか喧嘩もしたくない。たとえ国家といえども俺の人生に構わないでくれ。俺は臆病なんだ。俺は弱虫なんだ。卑怯者？そうかもしれない。それのどこが悪い？弱くあることも勇気のいることなんだぜ。そう言って胸を張れば何かすがすがしい風が吹くじゃないか。恐れるものは何もない。愛する平和の申し子たちよ、この世に生まれてた時、君は命の歓喜の産声を上げた。君の命よりも大切なものはない。生き抜かなければならない、死んではならないが、殺してもいけない。だから今こそ最もか弱き者として産声を上げる赤子のように泣きながら抵抗を始めよう。泣きながら抵抗をし続けるのだ。泣くことを一生やめてはならない。平和のために中に知れ。平和の申し子たちへ。Thank you.
最後にゲストの4人の音楽家の方をご紹介。どうぞ音楽家の方、すみません、こちらへお越しください。真ん中へどうぞ。今日はあの私たちの公演に花を添えていただきました阿波辻夫妻と、それからブロンボーンのロボンヒロミ、ピアニストの木出さんです。ありがとうございました。本当に皆さん暑い中ありがとうございました。あのアンケートを用意してるのかな。あすいません、あのぜひ書いてくださいませ。何かじゃないか、いろんな参考にさせていただきたいと思います。よろしくお願い、本日は